冬のシーズンには国内外からおよそ21万人の観光客が訪れる星野リゾートトマム。この時期限定で氷でできた街アイスビレッジがオープンしています。アイスビレッジの中に珍しいホテルが明日からオープンします。どんなホテルかというと、うわすごいですね。これソファーもベッドも全部氷でできています。ドームの天井や壁、家具など全てが氷で作られているこのホテル、およそ1ヶ月かけて作られました。シムカップ村のこのマイナス20度マイナス30度にもなるこの寒さっていうのをぜひ皆さんにこう楽しんでいただきたい。中は直径 8.5 メートル、高さ 3.5 メートルの広さ。室内は風が通らず、外との気温差に驚きです。現在外の気温は氷点下7度ですが、部屋の中は氷点下 0.9 度。その差はおよそ6度で暖かさを感じます。客室では氷で飾り付けられたキャンドル、スピーカーなども設置され、まるで高級ホテルの一室のようです。自分と向き合う自分時間、ピンとこう張り詰めた冷たい空気の中で、それを、このアイスドームの中でこう独り占めできると。そして部屋の外にはさらなる驚きの施設があるようで、こちらが氷のホテル一押しの氷の露天風呂でございます。およそ12トンの巨大な氷のブロックと白樺に囲まれた氷の露天風呂。お湯は近くの温泉から運んでいます。幻想的な風景の中で45度の温泉が冷えた体を温めてくれます。雪が降り一面氷に覆われていますが、お湯の温度は厚めなのでちょうどいいです。温泉の後は温かい食事。夜食としてカニやエビがたっぷり入ったクラムチャウダーを味わうことができます。ベースになる牛乳は近くの牧場で絞られたものです。見た目にも美しい氷のホテル、しかし実際に宿泊して一晩過ごすとなると心配なのは寒さ。本当に快適に過ごせるのでしょうか。モコモコとしたパジャマなんですけれども、こちらに身を包んでいただいて、で寒冷地用のシュラフをご用意しておりますので、マイナス20度の中でも中は25度くらいに暖かく保たれると。宿泊者は同じ敷地内のホテルに宿泊することが条件になっています。万が一寒すぎて夜が寝られないという方もホテルに戻れば安心です。今年25周年を迎えるアイスビレッジ、光と花火のアニバーサリーイヤーショーを毎日開催しています。なんかすごい寒かったんですけど、めちゃめちゃ楽しくて、寒いの忘れるぐらい楽しかったです。できれば毎年来たいぐらいには楽しい思い出になりました。氷のホテルに宿泊できるのは2月末までです。